皆さんお疲れ様です小川太平の事件考察室本日撮影日は2023年5月21日、えー、日曜日になります配信はですね明日、えー、5月22日月曜日の配信を予定しておりますよろしくお願いします、えー、今回タイトルはですね、えー、大阪高圏乾杯というね タイトルをつけさせていただきました、まあ、ちょっと衝撃的なことがあったということですね、まず今回のこの動画を見ていただく前に、まだね、えー、見てない方がいらっしゃいましたら、ぜひね、この順番で見ていただけると非常に助かります、2022年5月9日、ナンバリング336という、ね、ナンバリング、続いて2022年12月12日、 ナンバリング618、翌日2022年12月13、619という、ね、ナンバリング、まあ、619はです、ね、担当の弁護士さん、小倉弁護士の、まあ、インタビュー、お話を伺っている動画が流れていますが、この順番で見ていただき、今回の動画を見ていただけると、ね、分かりやすいんじゃないかなというふうに、ね、思っておりますよろししくお願いします。 この事件はですね2022年5月8日午前2時45分頃起きた事件でございます5月8日ですからねもう1年経ちましたね1年過ぎてしまいましたあっという間ですどんな事件かというとですね2代目匠組の組長宅大阪の豊中にあります入江忠組長のご自宅 にですね車両が突入するというね事件が起きましたあの今はね二代目匠組は一本どっこですけども当時は神戸山口組の副組長だったんですね神戸山口組二代目匠組だったんですけどもねですから神戸山口組との抗争事件じゃないかなんていうふうに、ね、言われていましたえ当時捕まった容疑者今現在は被告人ですけども六代目山口組三代目弘道会 10代目稲葉地一家の、えー、組員であります、菅野義英容疑者、まあ、被告ですね、当時26歳です、のものがね逮捕されました、えー、警察の取り調べ、検察の取り調べでも、まあ、黙秘、目秘を貫いていたということですね、後半でもですね黙秘だったんですが、車両で、えー、突っ込んだことは間違いない。 そこだけは認めていたんですが、詳細なことについては黙秘だったということですえ、実際に取り調べ等でね、起訴になったのが、建造物損壊、これ、起訴になっています、脅迫、これも起訴になっています、あと住居侵入も起訴になっています、なぜ脅迫なのかっていうのが、ね、非常に微妙なんですが、このあたりはね、小倉弁護士さんとの話の中をね、見ていただければよくわかると思いますが、えー、この3つの罪名で起訴になりました。 がですね、この判決、12月8日、去年の暮れですね、12月8日に判決が出ています。この判決ではですね、建造物損壊については無罪、脅迫についても無罪、住居侵入については懲役1年、というね、えー、住居侵入だけがね、唯一認められたということで、建造物損壊と脅迫については、まあ無罪、まあ冤罪だったと。 今日本のねこの裁判制度の中で 99.、99.8%から99.9%がね起訴になれば有罪と言われている中で、この3つの罪名で起訴されたんですけれども、無罪が2つ、ですから、完全な冤罪とは違います、まあ、一部冤罪だったっていったような言い方なんですかね、まあ、こういったのはねあの、薬物なんかでもね、鋭利についてはあとかですね、えー、これについては。 と言っていったようなのがあるのでまあ必ずしも非常に珍しいケースではないんですがこれがね全て、えー、無罪なら完全な冤罪ですけどもね、えー、休憩4年でした休憩4年だったんですが、えー、判決は1年まあこれ休憩4年でねしかも建造物損壊脅迫住居侵入3つで起訴されてますからまあ我々もそうなんですけどもこの関係者もね まあ、判決3年ぐらいだろうなぁと、まあ、2, 年2年半にはならないよねと3年とか3年半ぐらいは、ね、覚悟していたようですけどもなんと、えー、建造物損壊と脅迫が、まあ、無罪になり住居侵入だけが懲役1年ということになりました、まあ、懲役1年ということで、ねえー、関係者の話ではこの被告,人側被告側はですね え、控訴はしない予定だという話を聞いていたので、まあ、懲役1年ということがね、まあ、確定するんだろうなと思ってましたら、なんと、検察側の方がですね、控訴をしたんですね。控訴をして、えー、まあ、あの、知見から、検、大阪公検に移ったということなんです。え、しかもですね、控訴期間14日なんですけども、13日目に控訴をしてきたと。 控訴をするとどうなるかというと、ですねえまあいろんな理由が控訴の中にあるんで,しょあるんですが、控訴をするとですね懲役1年、これは有効です、ですからこの懲役1年よりね下になることはないんですね、上になることはあっても。いうことは懲役1年が2年になったりとか、ねあとこの無罪、無罪が有罪になる可能性もある。ということで、当然ですけども、被告側も翌日14日目、ギリギリで、 控訴をしましまた実際裁判が開かれてですね2023年5月15日ちょうど先週ですね控訴審の判決が言い渡されたわけですけども実際、えー、後見側が提示した新証拠これはですね菅野義,偉義偉被告がいるですね組があるんですけどもそこをね えまあ辞めたもののね長所だとかそういったものをね新証拠として掲示してきたんですけどもえなんと全て不採用ということになりましたで逆にこの菅野義英被告の方からほうもね控訴したその控訴の理由は車で突っ込んだことは間違いない車は敷地内に入ってるけどもこの被告菅野義英の 被告は邸宅内に入ってなないいじゃないかだから住居侵入ではないんじゃないですかというふうなことで争いましたで5月15日、えー、判決出ましたじゃあ住居侵入してなきゃこれ無罪になるのかということだったんですけども実際判決、えー、懲役11か月1か月まかりましたでしかも罪名が住居侵入からですね住居侵入未遂 とということです、まあ、ですから、一部ね認められているんですね、住居侵入してませんよ、車は入ってるけど、人は入ってないということで、住居侵入未遂になって、懲役11ヶ月となりました、しかも控訴審の間の未決通算は前日、前日ってことはね、全部です、前日参入ということなんで、もうね、あとね、えー、1、2ヶ月で被告出てくるんじゃないかなと思います。 なので現在、拘置所に入っているんですが、えー、懲役11ヶ月といってもです、ね、もう3ヶ月を切っているので、刑務所に行くことはないですね、拘、え、置、ー、所の中で、えー、まあ出所する手続きに、ねえー、なるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、あの今ね、話しましたように、大阪高検が完敗、控訴したにもかかわらず、この建造物侵入も無罪、脅迫も無罪は変わらず、えー、住居侵入、懲役1年だったものが控訴した。 ことによって11か月になってしまったというねうん、ちょっとかっこよくはないなという、ね、感じがしました、ここでちょっと私がね、一つ思ったことがあります、え先日の小倉先生、ね、2022年12月13の小倉先生のとの話の中でも出てきてましたけどもね、建造物損壊、これ多少ね、無理があったんですね、あまりにもこの入江正二、えー、代目匠組組長の邸宅が大きすぎてですね、 まあ玄関といっても普通の玄関、住まいと離れすぎてる、ですからこれが建造物とはね認められないということだったんです、ですからこれね、建造物損壊で逮捕したり、建造物損壊で起訴しなきゃよかったんです、起訴しなきゃ何もなんないんじゃないか、いや、そうじゃないんです、これ、建造物損壊でやるんじゃなくて、器物損壊でやっときゃよかったんですよ。 私が思うにはですよただ、器物損壊の場合は、ちょっとハードルがあります、建造物損壊は別に申告罪ではないので、告訴状も何もいりませんが、器物損壊の場合は、この二代目匠組組の組長である入江忠組長の告訴が必要です。未確認情報ですが えー、大阪府警はね、告訴状を出してくれと、申告罪だからっていう説得をしたようなんですが、まあ、拒否されたと、まあ、そんなことでみっともないっていうことだったのかどうか分かりませんけども、告訴するのを、ね、拒否されたという話も聞いています、これね、建造物損壊ではなく、器物損壊で起訴してれば、間違いなく有罪になってます、あれだけ壊してるんですから、それを建造物損壊なので、あれは建造物ではないよという判断で無罪なんですね。 まあ今さら私がね、どうこう言ってもしょうがないことなんですけども、そうしとけば、え懲役1年じゃなくて、もうちょっとね、懲役2年とかにはなってたんじゃないかなというふうにはね、思います、そのあたりが警察と検察とのね連携というか、連絡というか、そういったのがね、うまく取れてなかったんじゃないかなというふうに思いました、ただ、これね、大阪高検、今現在、完敗ですが、これでね、決定ではありません、まだね、1週間。 しか経ってないわけですから、あと1週間、構想期間があります、最高裁にね、行く可能性もあるので、ちょっとこの件については、少し今後もね、注視していきたいと、また何かあの進展があれば、私の動画等でね、配信したいと思っております。本日は以上になりりまますありがとうございました 小川堀平の事件考察室ではですね皆さんからの情報をお待ちしております、まあ、コメントはもちろんですけども何か事件の情報ご質問ご相談そういったことがありましたらぜひこのテロップ出てると思うんですけどもこちらまでご連絡をくださいまたですね取材の依頼ですねこういったところに取材してほしいとかですねそういったことがあればそういったものも,も,のもですねぜひご連絡いただければと思いますよろしくお願いします